はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルは、ビジネスセンスを磨くというコンセプトで、毎日配信をしています。今日は何の話かというと、マーケティングです。マーケティングの消費者インサイト、顧客インサイトについて、皆さんと一緒に掘り下げていければと思っています。それでは、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、消費者インサイトになります。 今回は消費者インサイトとはそもそも何かとそこから消費者インサイトのポイントを皆さんと一緒に掘り下げてマーケティングについて深めて考えていきましょう、はい、ではまず消費者インサイトについてです皆さんは消費者インサイトという言葉をお聞きになったことはあるでしょうかえでは消費者インサイトとはそもそも何でしょうかマーケティングの文脈での消費者インサイトこれは私の一言の定義があります消費者インサイトとは人を動かす隠れた気持ち ですこれが私が一番こうしっくり腹落ちしている一番シンプルな表現もう一度言うと人を動かすす隠れた気持ちで,すでポイントはこの中に2つあると思ってます1つ目は人を動かすですでね何かしらこう人を行動に駆り立てるものでもう一つが隠隠れれた気持ちの隠れているですでもう少しこの2つについて掘り下げていきましょう、はいえー、消費者インサイト私の一言の定義は「人を動かす隠れた気持ち」です でここにはポイントが2つあって1つ目は人を動動かかかすすすなんででじゃあ動かすとは何でしょうかマーケティングの文脈で言えばこう買ってくれるとか使ってもらえるあるいはこうお店に来店してくれるウェブサイトであれば訪問してくれるといったようなうマーケティングの成果につながるような行動これをあの動かすと言ってくいるんですけれども行動につながるような気持ちこれがまず消費者インサイトの1つ目のポイントになります。 でもう一つ人を動かす隠れた気持ちの中にあるポイントが「隠れている」なんですねで消費者印刷とはあの顕在的にすでに表面化しているニーズとは違うんです普段はこは隠れている隠れているというのはその本人自身も普段はこは意識していない無自覚なものなんですね心の奥にある気持ちなんですただしこうそうだと気づかされればすごくうんとあ確かに言われてみるとそうだよねというように呼び起こされるものなんです マーケティングからそのうんと心の奥にあるものにこう訴求することによってあの心のホットボタンのようなものだと私は思っているんですけれども要は外からボタンを押されることによって初めてこう顕在化してくる潜在的だったものが表に出てくるこれが隠れているなんですで隠れているからこそこう消費者インサイトをこう単純に「あなたのインサイトは何ですか?」とお客さんに聞いたとしてもすぐに出てくるものではないんです なぜなら先ほどからも考えてきたように普段は消費者自身顧客自身も無自覚自覚をしていない意識をしていないからなんですしかしそうだと押されるつまりボタンのようなものを押されると態度が変容して思わず行動を起こし時には生活習慣すらも変えてしまうそれぐらい力強いものこれが消費者インサイトになりますはいここまで消費者インサイトとは何かについて掘り下げてきましたがいかがでしょうかこうイメージを持つことができたでしょうか で次にですね消費者インサイトを考える時に、あのー、こう消費者インサイトマーケティングでは顧客理解から見出すことというのはすごく大事なんですそして見出したインサイトをもとにマーケティング施策を作っていく、まあ、順番に言うとインサイトからそれに基づいた提案バリュープロポジションというんですが価値提案をしてその価値提案を具体的なアイデア、まあ、施策につなげてマーケティングをしていく、まあ、つまり消費者インサイトがこうスターティングポイント起点土台になっているんですでこうした消費者インサイトを見出し活用していくことには ああるるる前前提提一つの前提があると私は思っているんですそれは何かというと人は必ずしも論理的に頭では考えてなくて商品とかサービスを買っているというのは時には直感本人も説明できないような矛盾することも場合にはあるこうした人間ならではの危うさ、まあ、ロボットではなく人間だからこその面白さ醍醐味とも私は思うんですけれどもこうした前提があるというふうに考えているんです。 したがってインサイトもこうした人の気持ちとか直感価値観生活感とかライフスタイルの感じもっと言うと人生観のようなものこうしたものもすごく、ま、混ざり合わさって行動につながっているというふうに考えるんですしたがって A だから BB だから C というようなすごく論理的な一本,い一本の道ではなくてすごく絡み合った複雑な道を通ってこう気持ちから行動につながっているこれが前提にあるだからこそ インサイトから一つ一つ人の振る舞い行動というのを人間理解をしていく人の論理的ではないところを解きほぐしていくこれの起点になるのは消費者インサイトなんですはいでえっとあと最後ですねインサイトについて考えていきたいなと思っているのは うんこれがなんとなくインサイトだともし見つけたとしましょうでそれが本当にビジネスの文脈もっと言うとあなたのお仕事の文脈において有効なインサイトかどうなのかというのを判断するポイントこれが何かを掘り下げていきましょうで有効なものそのインサイトだと思ったものが有効かどうかというポイントはうんいくつかありますね一つ目はまず新しい発見かどうかなんですこう聞いて うんとあそういう発想はなかったといったような新しい発見であるこれが一つ目のポイントですでもう一つは新しい発見はあったとしてそれが本当にあなたが扱っている商品サービスあるいはブランドにつながっているかどうかなんですすごく発見的なものであってもビジネスにつながらなければこうマーケティングの消費者インサイトという観点ではうーんと役に立たないものなんですよねしたがってあくまでビジネスと整合性があるかこれも二つ目のポイントになります で次が3つ目とつつ目目がが何かにつながるかにるです3つ目というのはう発想アイデア切り口につながるかどうか、まあ、インサイトをもとにこういうインサイトだったらこういうバリュープロポジション価値提供があるのではないかこういうマーケティング施策こういうプランができるのではないかといったように次々と議論だとか施策プランが広がっていくものこれがインサイト良いインサイトの特徴になりますでそこにつながることとしてアクションにつながるかどうかも大事です で、インサイトがたとえ良かったとしてもそれが結局のところビジネスにもつながらず、まあ、つながったとしてもそれをどう活かせていいかわからない場合というのはいくら発想が広がったとしても、まあ、実行実践アクションにつながらなければビジネスの場では価値を乱せないんですしたがってマーケティングス策などのアクション実行プランにしっかり紐づいていくかこれもインサイトのポイントになりますでもう一つ、まあ、さいあ最後 ポイントを一つ敷いてあげておくと、こう、インサイトに対して何、何よりもこう、自分たちがワクワクできるかなんですね。こう、聞いた瞬間に、あ、それ面白いねと、確かにというような、こう、よく漫画で、あの、アイデアを思いかう、思い浮かんだ時にこう、豆電球がピカッとするあのシーンありますよね。あれを思い描いていただくといいんですけれども、ああいう感じで、聞いた瞬間、知った瞬間、インサイトを知った瞬間に、こう、面白いと、ワクワクするといったような、こう、前のみり感があるかどうか。ちょっとこれは定性的な表現なので、 数字で言うようなものではないんですけれども、インサイトを見極めるとき、それが有効かどうかというのに、面白いか、ワクワクするか、直感的にも自分たちも面白いと思えるかどうか、これもポイントにしてみるといいでしょう。はい、えー。というわけで、そろそろクロージングになります。今回はマーケティングですね。その中でも消費者インサイトについて掘り下げてきました。いかがだったでしょうか。で消費者インサイトというのはこう、もちろん見出すというのは簡単ではないです。 何度もインタビューを重ねたりだとかああだこうだといろいろ考えて議論してあげくようやくふっと突然頭の中に浮かあの降り立つようなものなんですよね、まあ、だからこそインサイトを見出すというのはすごくやりがいがあるしマーケティングの本当に顧客理解からインサイトを見出してそこから何をしていくかのすごくキーになるものです、まあ、なので消費者インサイトですねぜひあのマーケティングに関わらない方もこういう考え方でマーケティングをしているというあの参考になればもちろんマーケティングに関わっていらっしゃる方は 十分承知だと思いますけれども消費者インサイトについて何かこの内容が役に立った意味があったなと思ってもらえれば嬉しく思いますはい今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございましたこのチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています次回もぜひ聴いてみてくださいまたチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなりますまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。